はい、皆さんこんにちは、ワナリゲルフィッシュです。今回はですね、信長の野望創造の戦国志伝ですね、新しいシナリオをやっていきたいと思っています。ツイッターとですね、あと前回の戦国志伝、上杉憲政でのプレイの最後ですね、動画の中でアンケートという形を取らせていただいて、いくつかプレイする武将をですね、ピックアップして検討させていただいたんですが、今回プレイしていく武将、早速見ていきたいと思います。で、プレイするシナリオはですね、こちら1542年8月、美濃の蝮になります。で、この中からですね、今回プレイするのが、こちら、村上義清、村上家でプレイをしていきたいと思っています。で、主義は保守、武家1、拠点2、武将5、兵数が2357というところですね。まあ、そんなにね、前回プレイした上杉憲政よりかはまだマシなのかなという気もするんですが、やっぱり周辺に大国ぞろい、強国ぞろい、優秀な大名揃いというところもあってですね、なかなか苦戦するシナリオのようです。で、今回はですね、さらにこの村上義清を長久でプレイしていく、かつ外交は完全にしない、まあ、そういう縛りを設けてプレイしていきたいなというふうに思っています。で、戦国伝は発生する、歴史イベント発生するとかね、この辺りはいつも通り、ご覧の設定でやっていきたいと思います。で、もちろん村上家が滅んだ場合にはそこでね、シナリオは終了という形を取らせていただきます。なので、もしかしたら、第1話、第2話で終わってしまうご可能命令性くもだされ。あるのかなというふうには思うんですが、まあ、そこはね、しっかりそんな感じで終わらないように頑張っていきたいなと思います。まずは配下の武将たちを見ていきましょうか。桂尾城と砥石城ですね、それぞれ。で、マップ情報は出しておきましょう。まず村上義清から見ていきますか。村上義清は統率83、武勇85、まあ、この辺りはね、決して非凡ではないところが救いですね。で、社と須田に関しては、まあ、ご覧の通りの、まあ、平凡な数値ですね。須田光親に関しては、知略が79、政治73あるので、内政で活躍してくれそうかなという印象ですね。で、砥石城の方はというと、清野清秀に関してはどうなんだろう。これを見る限りだと平凡な能力値のようにも見えますが、逆にこの学元寺で合ってるのかな、読み方に関しては、統率武勇が70超えてますので、まあ、合戦、戦闘でそれなりに活躍が見込めそうかなというところですね。で、周辺の大名家なんですが、まずは長尾家がありますよね、北の長尾家。まあ、ここと合戦にだけはならないように。とはいえ、冒頭お話したように外交はなしという縛りでプレイするので、まあ、ちょっとね、やや厳しいかなというところですね。で、あとは、上杉憲政がまだこの時、関東管領として、かなり牽制を振るっている状態かなというのがあるので、上杉憲政にも睨まれないことが重要ですね。となると、まずは標的になるのが小笠原家、深志城、あとは諏訪家、上原城。この辺りになるかなと思うんですが、諏訪家に関しては武田と同盟関係ですね。
さらに高藤家とも同盟関係があるので、諏訪家に手を出すのは危険となれば、小笠原家あたりになりますかね。あとは木曽家、このあたりをちょっと睨みながらプレイをしていきましょう。三木家に関してもね、ちょっと手を出せるような状態ではないですよね。拠点さんあるし。となると、まずは小笠原家、深市城、こちらの攻略ができるかどうかというところになりそうですね。早速、ではプレイの方していきましょう。まずは、建設ですね。まあ、桂尾城の方で、水田を作れないか。じゃあ、武家町を作っておきましょう、ここには。で、砥石城の方はというと、水田が作れるので、水田を作ります。動画ね、シリーズで見ていただいている方はご存知かもしれないんですが、先週ちょうどタイの方に遠征に行っていまして、その時はですね、信長の野望天道の方をプレイをしていました。なので、天道の続きもやりたいなとは思っているんですが、天道に関してはですね、また3月にタイの方に遊びに行く予定があるので、その時にですね、続きをプレイしていければいいかなと思ってます。外交は禁止されてますんで、工作、交渉、贈り物、連合、調停、役職、このあたりはやりません。まあ、調停使って、その停戦だけは入れようかなとも思ったんですが、まあ、今回は鬼畜難易度プレイにしようと思ってまして、外交の一切を禁止する縛りを自分に設けてプレイをしていきたいと思っています。ではターンを送っていきます。まあ、1ターン目で敵が攻めてくるってことはさすがにないかなとは思うんですが、まあ、攻めてくる可能性があるとすれば、上杉の政と、まあ、上杉家と長尾家になるんですよね。まあ、小諸城から進軍してきた場合には砥石城、逆に飯山城から進軍してきた場合には桂尾城が標的にされてしまうので、ここはなるべく早い段階で、そうですね、回収をしておきましょう。まあ、やっぱりまずは東門に変えておきましょう。表情を始めましょう。先月の収支です。そしたらこの後、まあ、合戦になる可能性も少なからずあるんですが、取引でまずは兵糧をちょっと売却しちゃいましょう。で、その上で鉄を購入していきます。鉄不足に速攻でなりそうなので、鉄を買っておきありましがょう。とうございました。で、敵方から使者が来た場合の外交に関しては、まあ、これはね、どうすることもできないので、普通に外交としては受けます。ただ、同盟をね、申し込まれた場合、自分からではなく相手から同盟を申し込まれた場合は同盟を結びましょう。結んでもいいというね、まあ、早速いきなり難易度下げてんじゃねえかっていうね、ご批判をいただきそうな気もするんですが、まあ、こういう形で同盟を結ぼうって言ってくるケースはかなり少ないと思うので、まあ、最初の6ヶ月間同盟を結びましょう。自分から決して同盟を結んでくれとは言いません。ごそこ命はれね、くだされ。ぶれ先ない月とのころでやっ収ていき支でたいとす。思います。多少金を使ってでも、ここは
黒人衆を味方にしておかないと本当に合戦になった時に目も当たられない状態になりかねないかなというのがありますからね。ご命令くだされ、先月の収支です。トイ市長の方も門を回収を急ぎましょう。木材不足でできなくなってるのが、ということはここは木材を買いましょう。ご用を受けたまわります。ん、今度は鉄が足りないって。いや、やっぱりね、お金が不足してくるんですよね。鉄を買ったり木材を買ったり、こういうことをやってるとね、結構ね、あっという間にお金が消えていくんですね。あ、ここはもう盗門になってますね、砥石城の方は。天守は三層天守になっていて、堀も石垣で出丸ができていると。なるほど。で、櫓ぐらい建てておきますか、そしたら。となると、やっぱり桂尾城の方を先に少し守備力を上げていった方がいいなっていう感じですね。何、砥石を目指し総勢8200。これはどこの軍勢だ。やっぱり上杉だよね。砥石城か。なるほど。ってことは砥石城に向けて軍勢を出しましょう。出るぞ。で、かつ先ほど同盟を結んだ沼田さんは来てくれないの。なるほど。沼田から砥石までは援軍としては来てくれないわけだな。ってことは自力で守る切るしかないわけだ。お見せしましょう、砥石城。では囲まれる前に合戦にしましょう。必ずや勝つ。ご命令くだされ、先月の収支です、まあ、いきなりね攻め込まれてますけど。これは小笠原を攻めるどころではなさそうだな、しばらくは。行くぞ。では城内に引き上げましょう。行くぞ。お任せください。山城なのでなんとかね守りきれるんじゃないかなという目算もあるんで、ここは門を破られないことは絶対ですよね。これで決めるぞ。貴様らの動き読めて。なるほど。吉清に関しては方向なのか。ってことは乱戦にならない限りはあまり効果が出ないですね。敵の援軍雪坂が来たか。ここは追い打ちをかけずに城内で待ちましょう。早速滅ぼされてる武家が出てきてるな。ここらが引
よし、まずは敵を退けましたね。ただ8000ってことはまだ来るよね、来るよね。矢沢頼綱が来て、さらに長野が来て、これはさらに堀津であってるのかな、がさらにやってくるという状態ですね。まあちょっとこらえるしかないけど、ちょっとでも回復させましょう兵力を。出陣するぞ。矢沢頼綱がどっちから来るかですね。吉清の方に来てくれる方がありがたいんだけどなーという話をしてたら、逆サイドに回られちゃいましたね。まずいな、こっちが65まで減らされてるな。お任せください。参るぞ。ここはここが勝負どころよ。教えてやろう我が戦を。かしこまりました。ここは一旦一つ目の城門を放棄するしかないな。またね、この修復するのに金かかりますからね。で、敵の援軍がさらにやってくる前に長野隊を壊滅に追い込みましょう。方向だからな、乱戦にならないとあんまり意味がないんですが、これは温泉街とかがないと滅びそうな感じがするな、割とすぐに。よし、一旦敵の上杉勢の進軍はなくなりましたので、吉清も桂子に撤退させましょう。と同時に修復を急ぎ行いましょう。で、配属でどうしようかな、砥石城にもう一人人を送っておきたいけど、数がそもそも6人しかいないからあまり意味がないですね。このままでいきましょう。まあ上杉勢はね、兵力十分にあると思うんで、急いでこちらは守りを固めないと。我が策、戦場を。やっぱり温泉街とかにちょっと進出をかけていかないと少し分が悪そうな感じがしますね。戦お見せしましょう。続きなさい。沼田からの使者、まあ沼田さんがそんなに同盟したいって言うんだったら
同盟をじゃあ結んであげましょう。ただ気になるのがここだな。ここは小笠原隊と、うわ、武田が動いてるのか。これは武田に小笠原が取られてしまうといよいよ村上家としてはこの桂尾と砥石城にこもるしかなくなるな。ひたすらに。ってことはやっぱり城の防御力を高めていくしかないですね。ここは賀山と太城、大内と雨子の話ですね。ちょっとこの先の展開を考えてクリアの目標をどこに設定するかっていうのをちょっと考えた方がいいかな。少なくても天下を狙うというのはもちろんやるものの、すぐに天下が取れる展開になるかというとちょっと到底そうは思えない雰囲気が早速出てきているので、まあ、やっぱり信玄を討ち取るっていうのが一つの目標になりますかね。村上義清といえば、始めましょう。先月の収支です。さあ進出をかけていきましょう。資源的なものでいうとここに馬があるんだな。ただ馬じゃないんだよね今欲しいのって。でそうすると労力がもうゼロになってしまうので、ちょっとここはもう進めるしかないのかなというところですね。お、小笠原の方に送り込んでいた阪神が高まっていると言われたものの、小笠原に構ってる暇はないのでもう撤退させましょう。ご命令ください。今小笠原に対してどうこうしてる時じゃないですからね。ここはあくまでも小諸城とかがダメなら箕輪城に誰かいるの？大石貞久、まあ、彼にじゃあ不戦に応じてもらえるように密談の使者を送りましょう。まあ、ちなみにタイの方の旅行はですね、まあ、前回3泊4日とちょっと弾丸のスケジュールで行ってきたんですが、次回はですね、3月に今度は4泊5日で行ってこようかなというところで、こちらはですね航空券とホテル両方も取ってますんで、まあ、会社から何を言われても絶対休んでやるというね、そういうもうモードに入ってるんですけども、やっぱり一番怖いのが仕事で行けなくなるっていうパターンですよね。まあ仕事で行けなくなるっていうことはもう僕に関してはもう絶対ないように、何があっても行く、そういう断固たる決意を持って航空券を予約したんですけど、それでもねやっぱり怖いは怖いですからね。ここは馬を牧場建てるよりかは内政の強化ということで、ちょっとお金不足が深刻化してきてますからね、商人町とかを建てていきましょう。で領地特に資源系がランダムで、毎回決まるんですけど、今回砥石城桂尾城どっちも正直言って良くないですよね。資源的にも鉄木材は絶対欲しいところなんですが、その両方ともないですからね。でこれは種子島の話ですね。鉄砲伝来の話になるかなと思います。
まあ、やっぱり鉄砲が伝来したことによって大きく戦のあり方も変わったっていうのがあるでしょうからね。まあ、ただ村上義清に関して言うと鉄砲を買い求める余裕はまだまだ到底ないので、城の防御力を高めて城で武田勢上杉勢を迎え撃ちましょう。先月の収支です。報告いたします。これで労力を使い切りましたのでターンを送っていきます。やっぱりあのタイの方はねこの時期でもすごく暖かかったので、まあ短パンとかでブラブラ過ごしてたんですが、日本に帰ってくると寒いですね。とはいえ例年に比べたら少し気温的には暖かいのかなという印象はあるんですが、それでもやっぱり向こうでねだらけた生活を送って帰ってくると応えますね、身も心も。まあ、一応あのツイッターとかの方ではちょいちょいお話ししてるんですけども、今年12月から来年の12月にかけてなんとかタイの方に5回行ってやろうというね、まあ、どうでもいい目標ではあるんですが、自分の中で目標を立ててまして、一応3月6月、まあ、12月に行ってきましたよね、つい先週で、あとは3月、で、その次にですね、一応6月あたりにちょっと早めに夏休みを取らせてもらって、6月、であとは10月、12月と行ってですね、なんとか目標を達成しようかなと思ってるんですけども、まあ、3月に関しては、お彼岸のところにある3連休に前後に連休をくっつけるような形で、6月に関しては今お話したように少し早めの夏休みで、10月に関しては体育の日のね3連休があると思うので、そこに前後にまた有給をくっつけていこうかなと。で、12月はリフレッシュ休暇とかがねたまる頃になるので、そこでリフレッシュ休暇を使っていきたいなと思ってたところで、敵方総勢9100、これまた上杉勢ですね、攻めてくると砥石城に、では砥石城の防衛戦に入っていきましょう。方向以外で言うと吸収か、乱戦強化よりも守備強化の方がいいので社を連れていきましょう。これを連れて砥石城に行きます。で、砥石城の兵数がやっぱり全然増えてこないんで、砥石城に関しては武家屋敷を中心に建てていった方がいいですね。ちょっとそれに気づくのが遅かったと言われればそれまでなんですが、出陣するぞ。沼田からの使者、まあ、同盟6ヶ月もこれはどうでもいいですね、今となっては。今回もなんとか追っ払いましょう。ここは城の耐久は完全に回復してますね、城っていうか門の耐久は。まあしばらくは苦しい戦いが続くのかなという感じですね。あとは門をもう少し強化しておきましょう、砥石城に関しては。
今回は敵を退けられそうですね。これで2000を退けたので、あと7000の兵が攻め寄せてくる計算ですね。そしたら一旦城に返しましょう。砥石城は何はともあれ人が足りないですからね。楽願寺正方、清の清秀、楽願寺ですね。ちょっとでも兵数を回復して戻さないと、砥石城の兵数があっという間になくなってしまうというところなんですが、時間がねちょうどいい時間になりましたので、この砥石城の攻防戦の続きは、次回ね、皆さんと一緒にまたお届けしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。